来たね、福岡来ましたね。気合い入れるわ。はい、あー、ロベルソンチャンスメダリーです。これにーうれしゅーイ、やってまいりました。はい、今どこにいますか。福岡ということで、現在ですね、福岡県に来ております。よいしょー、梅地いいね、これだね。はい、いろんなことが重なって、まあ、福岡3日間いるということで、うん、まあ、せっかも、福岡来たことある？僕は一度あります。俺も1回だけあんのよ、うん、何で来た？僕はライブで来ました。俺もイベントで来たのよ。で、観光とかあんまできなくて、うん、悔しくて、それが中途半端に来ちゃったのが悔しかったんで、今日はもうほぼ初の福岡に来ましたということで、なかなか来ない地なんで、ちょっと福岡の人と、キス、福岡の人とこうキスしてる、触れ合いたいな。触れ合うってキスじゃないかそれ。まあ、あのせっかく福岡来たということで、福岡の今有名なとこ、渓谷公園。あ、渓谷公園、すいません、渓谷、警報の渓に、はい、で固めるで渓谷公園。あ、渓谷、渓谷公園というところに来てるんですけど、ちょっとここで福岡の人と触れ合おうということで、こんな企画考えましたよ。ということで本日の企画、福岡の人に誰にも言えない秘密聞いてみたさあちゃんがね、カメラやってくれるようになってから初のインタビューなんですけども、はい、ちょっと福岡の人と触れ合いながら動画も撮りたいということで、誰にも言えない秘密、これを福岡の人、福岡ってなんかでもやんちゃなイメージない？あるよ、ちょっとありますよね、うん、だからちょっと聞いていきましょうよ。行きましょうよ、街の人に。嬉しい、福岡来れたの。嬉しいね、ありがとうな、来てくれた。こちらこそありがとう、ね、ありがとう、本当に嬉しいね。やっぱさ、旅行がさ、趣味なさ、大人っていいじゃん。いいね、かっこいいですから。かっこいいじゃん。だから俺らもさ、そうなっていきたい。旅行の動画いっぱい出そうよ。出しましょう。だからその場、各地各地でこの企画やってこいよ。いいね。というわけでね、つべこべ壁こべ言ってても誰の秘密も聞けないということで、早速やっていきましょうね。つー福岡あたおかこにゃにこにゃにゃちはこんにちは。失礼ですが、ご年齢は19です。 19? はい、若っ。同年です、19です。あ、いいね、大学生。いや社会人。おい、立派でしょ。でしょってまあまあ、でも立派に見えないけどね。え、失礼な、やんちゃしてるし。いや僕マジ誠実な男だから。そうすけ僕のこと知らないですもんね、 YouTube、はい、何もやってるの知らずに出てくれてるってことで、はい、僕今エッチなインタビューやってて。エッチなインタビュー、はい、福岡、もうずっと福岡の人。いや、今旅行で福岡に来てます。あ、そうなの。え、福岡の現地の人にインタビューしようかなと思って。え、どこから来てるの。鹿児島です。じゃあちょっと今ね、インタビューしてんだけど、誰にも言えない秘密を聞いてて。誰にも言えない秘密、今まででもう本当にこれだけは人に言えないっていう秘密で、いっぱい考えていいよ。全然ゆっくり。ゲップすなよ。どれ。あ、え、僕ゲップで思い出した。あの、公共の場でよくゲップしちゃう。あ、え、もう、あ、来た。あ、あ、来た。あるわ。お、俺、小1までおむつしてました。最初までおむつしてた。お話ばっかしてましてたんですよ。おむつ入って小学校行ってた。はい。マジすごくないそれ。ああ、ごめん、ブレるかもしんないけど、俺小5までおむつしてた。だから か青いんだ。関係ないだろ。確かに、なんか誰がパンパン青いなと思ったら。いや、誰がパンパン青いなと思ったら関係ないから。おむつトークして。じゃあおむつトークないって。え、おむつトークないよ。せっかくおむつ仲間なんだから。いや、でもモテるでしょ。いや、そんな、いや、マジモテない。モテないんだ。やっぱ俺の方がモテるな、そりゃ。負けた。なんだこいつら。福岡の方ですか。福岡です。暑い。僕今愛知から来てて、はい、で愛知出身です。愛知出身です。あらで今福岡住んでる。そう、移住してきました。福岡ずっと出身の方ですか。私は熊本から福岡に。おー、じゃあもうほぼか。福岡の人ともう仲良くなろうっていう YouTube 撮ってて。だから福岡もうギリ福岡。え、名古屋ですか。いや、もうもっと東の全然三河の方です。あら、田舎やな。安城だ。いや、全然。ずっと住んでたんですか、豊橋に。いろんなとこは行ってたんです。おい、福岡歴何年ですか。4年です。おー、プロや。2年半です。おー、プロや。俺もう2時間今聞いてることがあって、はい、誰にも言えない秘密ちょっと教えていただきたいなと思って。もう言えない秘密を生きてきた中で世界に言っちゃう。あ、そうです。もうここででも成仏しようっていうことなんです。そうですよね。秘密を話し合ったら仲良くなれるかなと思って。もう仲良くないんですか。え、いや、もう仲良しですやん。あ、熱、福岡の人。福岡の人熱。仲良しですやん。握手はせんのかよ。
彼氏がいるんですけど、あら、なんか結構彼氏が愛情深い、メンヘラな、いいじゃないですか、方で結構まあ好きに遊びに行きたいタイプなんですけど、まあ、報告するとまあ心配されたり不安になっちゃうから、別に男性とか限らず、あー、そのアリバイ作りのために私も嫉妬されてるんで、なんかいろんなところに一緒にいる写真を撮って今撮ってたのもそれに。こにゃにー、こにゃにー、こにゃにゃ、きまー、どうも、失礼ですが、ご年齢は23です。 23? 見えなえ、どっちの12かと思った。12、結構チビだから。チビって言うなよ、あんま。 YouTuber ですかって声かけてくださって、で、俺のことはもう知らない、うん、僕、東海オンエアって言うんですよ。一つ聞きたいことがあって、はい、誰にも言えない秘密とかあったりする？ない。え、何も本当悪事したことない？ないです。嘘つけ。もう本当何でもいいんだよ。ここで成仏しとかないと。何もないんだ。浮気しました。してんじゃねえか。どういう感じで浮気したの？付き合ってる途中で好きな人できて、あら、浮気しちゃいました。あらら。でもさ、浮気って言ってもさ、ご飯行ったとかご飯行って終わりました。おい、ちょ、まあまあでもね、かっこいい人に内緒にするイコール浮気みたいに言いますから、それ何回も浮気したんですか？何回か。YouTube インタビュー、 YouTube インタビュー OK? Yeah! 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 いっせーので、こにゃにー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 、ふぅー、アメリカー。 Do you speak Japanese? No. ありがとう。お、はい、国好きは？ありがとう。ありがとう。ありがとう。Hey! ありがとう。Hey! ありがとう。小さな、小さな、いい、そこまで、そこまで。From 名古屋、福岡、Okay. Enjoy! Enjoy! Trip! Enjoy! 音楽は鳴り続ける。 Enjoy! 音楽は鳴り続ける。 Enjoy! Okay. Translator?ああ、オッケーオッケー。好きな食べ物は？ Okay, what's your favorite food? Favorite food? Ah, okay, okay, favorite food. You know kebab? Kebab! 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 Kebab? Tacos? Taco rice? No, no. No, no, no. All right. Kebab, kebab. Turkish? Oh, Turkish. Takeshi?あ、お友達？フレンド？ Our friend. あ、フレンド、フレンド、フレンド、いやいやいや。誰にも言えない秘密ありますか？ Haben Sie ein Geheimnis, das Sie niemandem verraten würden? No secret. あら、No secret. No secret. Open man. Open man. かっちょいい。あ、打ってくれてる。Like in in. あ、いい。朝、ションベンをしたけど大便で流しました。東京でタトゥーを入れたって。おー、タトゥー。 Next week, next week. あー、next week. ウェイ。 Do you like Japan? Yeah, we like Japan. Yeah, 嬉しい。 Second day. We like the food, culture. Culture. Then, anime. 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 Yeah. カメハメハー。 Mama, 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 throw. カメハメハー。Oh my god! Hey bro, you're too funny. Funny, funny. Yeah, yeah, yeah. I like anime, 笑うセールスマン。 Do you like anime? Demon Slayer. I'm sorry, sorry. Tanjiro! Oh! Tanjiro! Oh! Tanjiro! Oh! Ichiro kata, heki reki sen! Shoo 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 shoo! Game hame! Ha! こにゃにー、こにゃにーちは。気づいてくださって、え、知ってくれてるんですか？いや、なんか、東海オンエアとか。あー、まあ、コラボはしたことないけど、東海オンエア後輩。後輩後輩、いや、当たり前。正規も後輩。仲良くなりたいんで、ちょっと誰にも言えない秘密を教えてもらっていいですか？誰にも言えない秘密？そう、もう過去にやらない、もう何でもいいよ。じゃあ、まずゆうたから行こう。カンタです。ちょっと惜しい。ケイスケあるでしょ、ケイスケは。あ、ケイスケ、マジケイスケ。本当にケイスケ？ガチ？じゃあなんか証明できるもん。マジでケイスケだ。奇跡。すごい。坂田寛成って書いてある。
秘密カンタはなんかないの。逆に知ってたら暴露でも全然。なあ、なんか人の足の爪の指あるじゃないですか。おあれめっちゃ匂いますキモその足の指を匂うのが好き。間の砂ね。ああ、じゃあいや、違う全然臭くない。合格。全然臭くにゃ。いや、なんでそう可愛い子だって。カンタの秘密。高校一緒なんですよ。あれ高校一緒で、まあ、僕たち部活入ってたんですけど、休部してた頃に、まあ、僕ともう一人とも3人、3人の教室で、教室も僕ら3人だけだったんで、でこいつがなんか悪ふざけでちょっとやっていいっすかみたいな。えそう、女の子のリコーダーペルク。キモこにゃにー、こにゃにゃちわすごいすごいすごい。こにゃにゃちわー、ティックトッカーさんですよね。いや、まあ一応お名前を。お名前、たかしグルメです。たかしグルメさんです。いやー、行ってくださ い, い福岡、名古屋から福岡来たんですよ。あ、そうですか。福岡のグルメ調べるとき、マジ出てきました。あもう行ってくんばい。で、行ってくんばい。出てきた。で、見たことある顔面だなと思って。顔面。これは、あれですか、忍たま乱太郎のコスプレ。おにぎり将軍です。今度僕がおにぎり屋さんを開くんですか。そうです。すごい。だからおにぎり将軍で。そうです、僕は宣伝をしてるっていう。あまだオープンしてないんですけど、はい、近々オープンする形で福岡で。で今無料でおにぎりを若い子たちに夢を応援しながら配ってます。熱っ。ちょっとどんなおにぎり見せていただいてもいいですか。こんな感じです。これ無料で配ってる。これ無料で配ってます。で夢を応援して。そうです。いや、ありがとうございました。食え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 。これはすき焼きです。あったか。めっちゃいい。嬉しい。嬉しい。え、いいですか。いただいて。いいですよ、いいですよ。ありがとうございます。いただきます。わあ。わあ、でかー。うまそう。うわうわうわ。やば。うん、そう。すごい。いや、でもグルメな人の前だと感想言うの緊張しちゃうな。いいですか。めっちゃおにぎり。ただですね、はい、店舗の方で握ってるおにぎりは もっとレベチなんです。うわー、なるほどね。上手。レベチ。あ、だからそっくりふっくり、こらこら。今、福岡の人と仲良くなるために誰にも言えない秘密を聞いてて。誰にも言えない秘密か。はい、うん、ちなみに、これ秘密やったんですよ。おにぎり屋さんを自分が出すっていうのは。あと2泊するんですよ、マジでおすすめのご飯屋さん1個も本当に福岡。あ、マジでマジ のやつです。なんかもうよく調べたらもつ鍋とか出てくるじゃないですか。そんなんじゃないぞと、はい、魚好きですか。魚。お、来た。魚めっちゃ好き。来た。すぐそこに黒田飯ってあるんですよ。え、黒田飯。もうそこのネギトロ丼マジでうまいっす。しかもそんな高くないんですよ。お、次来た時行こう。今行けよ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。おにぎりありがとうございます。これも全部食べるんで。食べていってください。舐めるな舐めるな。ちょっと食べたい。え、あらららら。こにゃにー、こにゃにちわー。どうも。こにゃにー。福岡の方ですか。はい。あら、いいね。とても素敵。おいくつですか。23です。僕も23です。え、同じ。ごめんなさい、嘘つきました。今おにぎり配ってて。いりますんで。あ、大丈夫です。名古屋から福岡に来たんですよ、今日観光で、はいはい、福岡のおすすめのご飯あります。せーの、餃子リー。餃子リー、はい、あ、でも初だね、今日餃子出たの。そうね。みんなもつ鍋とか、海鮮とかさ、明太子とか多かったけど、はい、餃子行きます。絶対行ってください。2泊するんで絶対行くんですけど、福岡の人と仲良くなりたいなと思って。誰にも言えない秘密教えてもらっていいですか。はい、何でもいいです。今まで生きてきた中で。あ、じゃあ、はい。あ、来た来た来た。今1ヶ月用のカラコンを2ヶ月ぐらい使ってます。あ、でもワンデーのカラコンを今4回目使ってます。あら、俺でも毎回捨ててるな、ワンデー。まあ、それがね、普通ですから。でも4回くらいまでいける。いけるね、正直。あ、いいこと聞いた。福岡来てよかったですよかったじゃ、いいこと教えてもらえたんで、これよかった。 あ、大丈夫です。はい、ということで福岡にいっぱい友達ができました。イエーイ。嬉しかったね、うん、特に途中のね、海外の人。海外の人、うん、めっちゃ仲良くなれた。 今でも笑ってんじゃねえの。素敵な出会いたくさんありまして、おにぎり将軍もね、はい、マジで良かったな、ね、で、マジで美味しいグルメ聞けたんで。おにぎり将軍なんて言ってたっけ、どこって言ってたっけ。黒田飯。あ、黒田飯。
じゃなくて餃子に行きます。なんでだよ。というわけで皆さん、久々のインタビューどうだったでしょうか。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけで、次回エチオピア編でお会いしましょう。バイバーイ。つるバーイ。